セクション1ゲインステージングって何？まずはじめにゲインステージングとは何かについて説明しましょう。ゲインステージングとはオーディオ信号が DTM デスクトップミュージックのミキシングフェーダーを通過する際の音量レベルを適切に調整することです。簡単に言えば、オーディオ信号があまりにも大きすぎると、ディストーション、歪みが発生し、逆に小さすぎるとノイズが目立つ可能性があります。ゲインステージングのスタート時には、ミキシングのフェーダーをすべてユニティゲインに揃えておく必要があります。画面のようにすべて01の状態です。トラックに音源やオーディオを作っていくときは、フェーダーを触ってはいけないのです。初期値に設定しましょう。各トラックのバランスを最初は同じに揃えるのがゲインステージングの目的です。セクションに VU メーターを使う。次に、ゲインステージングにおいて重要な役割を果たす VU メーターについて解説します。VU メーターは、音の平均レベルを測定するアナログデバイスです。昨今では、これもプラグインで代用できます。無料のおすすめ VU メーターも概要欄に案内しておきます。これを使用することで、音の瞬間的なピークではなく、実際の感じられる音の強さを人間の聴覚に近い状態で把握することができます。これは、ゲインステージングにおいて音量レベルを適切に設定するために重要です。セクション3、なぜゲインステージングが大事なのか。では、なぜゲインステージングが大事なのか、その3つの理由について説明しましょう。1つ目は、ミキシングのスタート時に音量を一定にすることにより、すべてのトラックが平等な出発点から始まり、個々の要素がどれほど強調されるべきかをより明確に判断できます。2つ目は、アナログ系プラグインの効果は、適正な入力ゲインが必要ということ。アナログモデルのプラグインは、入力レベルによってその効果が大きく変わります。したがって、適切なゲインステージングにより、プラグインが最高のパフォーマンスを発揮することができます。そのように適正ゲインが入ってくることを想定し、回路の開発が行われています。ちょうど良い歪みなどを得るために、必要なことなのです。最後に、ゲインを揃えてから作業を始めれば、フェーダーを一目見ただけで、ミックスバランスが見えるという利点があります。これは、ミックスの全体的なバランスを一目で理解し、より効率的に調整することができます。セクション4、ヘッドルームを6から10デシベル確保する理由。最後に、ヘッドルームを確保する理由について説明します。前述のように VU メーターをセットして、基本では18から20デシベルのヘッドルーム、スケールとも言う、を設定します。VU メーターは0のメモリをまたぐほどに合わせます。少しのオーバーは大丈夫です。ヘッドルームとはピーク音量と0デシベル、ディストーションが発生する最大レベル、との間の余裕のことを指します。その理由の一つは、マスタリングの調整の余裕が必要ということです。マスタリングは最終的な音楽制作の工程で、ここで音量やトーンを微調整します。ヘッドルームを確保することで、このマスタリングの過程でより大きなフレキシビリティが得られます。また、ヘッドルームを十分に確保することで、適正な音圧が作りやすくなるという利点もあります。つまり全体的な音量を上げすぎてクリッピング、ディストーションの一種を引き起こすリスクを減らすことができます。以上がゲインステージングの重要性についての説明です。ゲインステージングを適切に行うことで、最高品質のオーディオを得ることが可能になります。このミキシングの基本テクニックをマスターすることで、あなたも次のレベルの音楽制作に進むことができるでしょう。この動画はブリューで作成しています。ブリューの解説動画もアップしています。